こんにちは、ひかりです。今回はね、皆さんにね、すごい面白そうなね、ボードゲームがあるんで、それをね、紹介したいと思います。こちらです。これね、画面見ながらやっていきたいと思います。はい、こちらですね。クラスクっていうね、ボードゲームなんですよ。ボードゲームといっても、人生ゲームとか、そのカードゲームとかとは違って、こんな感じのね、えー、台の上にある磁石を操作して遊ぶ、エアホッケーのような対戦アクションゲームだそうです。はい。 海外で生まれたやつなのかなそれね、書いてあるけど。これね、こんな感じで。エアホッケーの、ちょっと、可愛い版みたいな感じで、ちょっとね、この、木の、木のね、この台とかがすごいおしゃれなんですよね。こんな感じで、ちょっと画像を見ていくと、こんな感じで、すごいんですよ、これ。10ミニッツ、8歳以上、2プレイヤー。だから2人で遊べるんだね。ちょっとね、これね、この、これと、下にある磁石で、これを動かして、 こうんな感じで書いてあってこんな感じでねなんかね日本大会とか世界大会とかもやってるんだよねそれが面白くてそうそういうのにも参加できるよっていうこんな感じですねえっとねこの白いやつがねもう磁石なんだけど、まあ、この黄色い球を相手のゴールに入れていく感じでこの白い球がね妨害っていうか何ていうのかなまあ、これ以上は進めないじゃんこの この下に木の板があるからこれ以上は進めないんだけどあんまりき寄りすぎちゃうとこれがくっついちゃうわけこれにねこれもこれも磁石だからそうするとこれがね2個くっついたら1点分のポイントになっちゃうからできるだけくっつくこの白に当たんないようにしてこう玉を入れていくって感じただ意外とねこれオンゴールしちゃったりとかあと自分でこの穴に落ちちゃったりとかねするっていうねこれ面白いと思いますよ YouTube でやってる動画を見て面白そうだなと思って 僕なんで買わなかったかっていうと最近ボードゲームいくつか買ったっていうのもあるしこれ2人じゃなきゃ遊べないんですよね今遊ぶ相手がいないなと思ってまだ買ってないんだけど遊ぶ相手がいる方とかね YouTuber の方とかはねこれねそう面白いと思うよこれ遊ぶ相手がいたらもう永遠にやっちゃう家で遊べるエアホッケー的な感じでしかもエアホッケーよりねあのコンパクトだし電気使わないしエアがないからね かなりおすすめ。こんな感じで木の台になってて。これはポイントを数えるやつね。こう、相手にパンパンって、この黒いやつを動かすんですね。さっき言ったようにね、世界大会があるって言ったけど、これこれ。こんな感じでね、クラスクのホームページとかもあって、こういう大会におすすめ。まあ今年はちょっとね、あの中止になっちゃったりするみたいなんだけど、下に書いてあるかな書いてないか。こんな感じで、サイトもあるんですよね。そのルール、こんな感じで。 磁石を使った新感覚アクションゲーム6000円プラス税ってことなんで今ねぴったりね定価でアマゾンで売ってますなので説明欄にアマゾンリンク貼っとくんでねこれねちょっとおすすめなんでぜひチェックしてみてください下の説明欄からよろしくお願いしますあクラスクは、えー、デンマークスウェーデンで賞を受賞してるんだってうんデンマークスウェーデンね そうゲーム賞を受賞してる。だからそこら辺で結構流行ってんのかな。日本ではまだそこまで知名度ないかもしれないけど、もしかしたらボードゲームショップとか行ってる人にとっては当たり前なのかもしれないけど、僕はね、最近知ったんですよね。これ、ちょっと面白そうなんじゃないかなと思います。はい。ってことでね、ちょっと今回はね、あ、ほら、2020の大会はやっぱ中止にしちゃってるんだね。延期になって中止になったりしてるみたいね。はい。こん、ね、これちょっとクラスクのホームページなんだけど、うん。 戻っててみこ,こんな感じでクラスクはいまあ、6600円かな定価ぴったりで Amazon でもあるんで Amazon なら家まで届けてくれるんでねおすすめですはいクラスクこれねちょっと面白そうじゃない僕もねやる相手がいたら即買うなって感じてか今ボードゲームにハマっててさ色々いろいろそうなんですよねこうボードゲーム動画とか見るのも面白くてで自分でやるのも面白くて やってますと、はい、いうことで皆さんね、こういうのがあるよっていうのを知っていただけたらよかったなと思います。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったなと思っていただけた方はね、評価ボタンも押して,てください。それではまた、バイバーイ。